皆さんこんにちは。今週も始まりました心と体のダイエット。この番組は人生を幸せにする3大要素、ボディ、マインド、スピリット、この3つをさまざまな角度から組み合わせ、皆様の心と体が健康に、そして軽やかになるための情報番組です。お相手は心と体のナビゲーター、ウォーキングカウンセラーの勝木理恵です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。ごめん、期待に添えずにちゃんと言えちゃった今ね、あのカメラマンさんがね、噛むんじゃないかなっていうことをちょっと期待してたらしいです。残念でしたさあ、で今週はですね、そのカメラマンさんからネタをいただきましてお話をさせていただきたいと思います。はい、女性脳とね、男性脳っていう話をね、議題にちょっといただきまして、で、人差し指と薬指の長さを比べて、で、人差し指の方が長い腸、長い腸だって長いと女性脳で、薬指の方が長いと男性脳っていう説がね、最近ね、よくね、私も耳に聞くんですよね、耳にするんですよね。で、それってね、お腹の中にいる時の関係とかもいろいろあるらしいんですけれども、今日は女性脳と男性脳の違いっていうことをね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあパッと聞いて女性と男性の違いっていうのは、こうロジックに考えるのが男性で、感情で動くのが女性っていう風にね、なんとなく皆さんもね、イメージされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり男性は何がどうしてどうなったみたいなのがすごく大切なんですよね。でよく、旦那さんに奥さんが今日あったことを聞いてもらいたいっていうような状況ってあると思うんですけれども、その時にもうこんな嫌なことがあってとか、ああでこうでみたいな感情の方を女性は聞いてほしいと思うんです。ああそうなんだ、大変だったねとか、そうなんだ、しんどかったねっていう一言が女性は欲しいんです。でも男性はそれを言われると、あ、じゃあもうその人と付き合わなきゃいいんじゃないとか、あ、それはきっとこれが原因でしょとか、いやいやお前もそこが悪かったんじゃないかみたいなことをね、言いたくなるんです。これが男性だから、そんなこと言いたいわけじゃないのにって女性がさらに怒るというね、これが女性脳と男性脳の本当大きな違いというふうに言われます。で、脳みそっていうところで考えると、右脳は感情とかね、そういうものを扱うところなので、どちらかというと女性脳ですよね。で、言語とかを扱うのが左脳というふうに言われているので、男性の方がやっぱり左脳優位だったりとかもするんですね。で、その右脳と左脳の間に脳梁っていうところがあって、こことつないでるポイントっていう、ポイントっていうか管みたいなのがあるんですけど、そこに情報が伝達をされるっていうふうに言われてるんですよ。で、男性の方はこの脳梁って実は細いんです。で、女性の方が太いんです。なので、ここの、脳梁の太さによって実は情報処理とかっていうのも違うんですね。はい、そのあたりはまた、CM の後、ゆっくりとお伝えしたいと思います。それではシャナナ TV からのお知らせどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、ということで、CM 入る前に脳梁って言ってね、ちょっとなかなかね聞き慣れない言葉じゃないかなと思うんですけれども、人のね脳みその、お話をちょっとさせていただいたんですが、さっきね入る前に男性はここの脳梁が細いっていう話したじゃないですか。細いからいっぺんにいろんなことってできないんです。で、女性はその脳梁がね太いんですよ。太いからいっぺんにいろんなことができる。これが、シングルタスクかマルタスクかっていう言い方もよくされるんですけどね、男性は一つのことしかできないんです。同時進行というのが非常に苦手。
に対して女性はその情報が通る管が広い分、いっぺんにいろんなことができる。マルチタスク、あのパソコンのしてる時にいろんなタスクを立ち上げながらわーってできるのは女性の方が強い人で、一個のことだけを完了させないと次に進めないっていう人はあの男性のタイプっていうふうに、言われています。で、例えばお茶とかお花とかの先生って男性の人って多くないですか？なんかすごい大家の先生って。でそれはですね、こう一つのことをすっごい突き詰めることができるからっていうふうに言われます。で逆に女性は家事とかね、育児とかね、いろんなことをね同時進行にできる分、移り気って言われるんです。何かをやってると何かが気になってきてそれをやっちゃう。私なんかね、考え方、私は、そうだな、まあ結構どっちもバランスよく、バランスよく自分で言うのもなんですけど、バランスよく使ってる方じゃないかなと思うんですが受けられたはい、考え方っていうのは結構男性的なんですよ。原因結果とかどうすればどうなるとか、そういうのをねすごくね、まあカウンセリングとかしてるからっていうのもあるのかもしれないんですけど、そういうのすごくね、見ていきます。でも行動パターンは結構女性的といえば女性的ですね。今日何のネタにしようかっていう話をしてた時に、まあ、いつもね収録の時主人がいるんですけど、主人が、まあ、洗濯物を畳んだら畳んで収めるまでが完了じゃなくて、こいつはいつも放置したままどっか行くっていう話をしてたんですけど、もう何かをね一つだけに時間を使うのは私もったいないと思っちゃう人なんですよ。だから電話がかかってきたら電話でスピーカーフォンとかにしながら洗濯物をたとみで、そのままの流れで何かをついでにするみたいな、常に3つぐらいを同時進行でやってるんですよね。でやってる途中にあって気づくから途中の洗濯物を置いてそれをしに行くでそこが完了されないままになってても次の方が大切になってるので結構放置されてたりします。で、まあ、時間に余裕があればそこに戻ってきて続きをするんですけど、大抵なんかこう急にまた仕事の絡みが入ってきたりとかしたりすると、そのままパソコンのところにダーって行ってカタ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 って始めるので、大体彼がまたやりっぱなしって言って洗濯物を持って行ってくれるみたいなね、感じになることがすごく多いんですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、とにかくね女性はねいっぺんにいろんなことをね、まあ、できるというかね、ただそれが、男の人と女の人でそれだけ脳みその違いがあるんだよっていうことを知っておかないとイラッとする原因になったりとかするんですよ。例えばテレビを見てるとき、ね、旦那さんがすごい興味を持ってテレビを見てるとするじゃないですか。でも奥さんは今日あった話を聞いてほしい、で聞いてほしいからもう聞いてほしいっていう感情のまま喋り出すんですよ。ねえ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 聞いて聞いてって。でも旦那さんはここの前のテレビにすっごい集中してるので、意外にふんふんふんって言ってもね、こう右から左にこうずっと続けだったりとかするんですよね。で女性はやっぱそれをまた感覚的に聞いてないっていうのをすぐ捉えるので、もう聞いてくれないってまたそこで怒るみたいな。だからどうしても自分の話を優先的に聞いてほしい。例えば、まあ、今日こんなことあったよぐらいだったらいいかもしれないんですけど、例えば子どもの進学のことでとか、なんかちょっと大切なお話があったりとかするじゃないですか。そういう時にどうしても聞いてほしいのに旦那が、まあ、例えば携帯触っててとか、いろいろ聞いてもらえない状況ってあると思うんですよね。でその自分は女性はできるからそれでもちゃんと話を聞いてくれると思いがちなんですけど、男性の場合はね一回それをねやめさせるっていうことをしないと難しいと思います。特に男性の方が優位な男性の人は、それはねもうね脳の構造が違うんですよね。で何だったっけ、話を聞かない男、地図を読めない女っていうね本がベストセラーでね、もう何年前かな、20年ぐらい前かな、誰も答えてくれない調べてはい、ベストセラーになったんですけどね。しっかり私その本は読んでないんですけど、タイトルを見た時にああ分かる分かると思って、その本をね本屋さん並んでるのを眺めてましたでもきっとねそういうことが書いてあるんだと思うんですよね。女性はやっぱりコミュニティの中で生きることが昔から多かったんです。でそれに対して男性は、まあ、狩猟とかね、
そういう狩りとかに出て、戦いに行く。でその間女性がそのコミュニティの中で、自分の子供だったりとか仲間だったりを守っていくっていうことをしていたので、話を聞かないとコミュニティから外されていくんですよ、まあ、いわゆるこうね、向こう行きなさいみたいな扱いになってしまうと生きていけない。なので女性は話を聞くことっていうこと、相手の感情をすごく、敏感にキャッチすることに、非常に長けていったというふうに言われています。それに対して男性はやっぱり戦いに行くことなので、どちらかというとね、話を聞くとかそんなゆっくりする必要性はなかったという、流れから女性の脳と男性の脳は出来上がったというふうに言われております。はい、はい、ありがとうございます。調べていただきました。2002年出版だってっていうことは、まあ、やっぱり約20年ぐらい前ですね。うん、本当ね、こういうね特性っていうのをね知っておくと、やっぱりねちょっと自分の生き方とかねコミュニケーションが楽になるんですよ。で、実はこのその女性の脳男性の脳っていうねお話をしましたけど、一般的にそういうふうに言われてるだけであって、こう私はねよく占星術のお話もさせていただくんですけど、星でも見ても男性と女性っていうのはね分かれてます。で、まあ星のね、なんて言えばいいかな、まあ、2区分3区分4区分とか、まあ、いろいろ難しいのはあるんですけれども、一番簡単なこう分け方、この人はあこういう質なんだなっていうふうに分かるのが2区分って言われてて、それが男性性が強いのか女性性が強いのかっていうふうに見ることができます。で、星座ってお羊座から始まってぐるーっと回って魚座で終わるんですね。で一番最初のお羊座が実は男性性の星座になります。そしてその次がお牛座になって、お牛座は女性性の星座になります。でその次3つ目が、双子座になって男性性の星座になります。こうやって男性女性男性女性男性女性っていう風になって、最終魚座で女性で終わるんですよ。でそこのまあね、星座って全部で細かく言えばもっといっぱいあるんですけど、まあ、大まかに言うと10個の天体を見て、それが何座にあるかによって性格が作られるというふうに言われるんですね。で例えば私であれば獅子座、獅子座さんなんですね。で、その獅子座っていうのはさっきの男性か女性かっていうと男性性になるんです。月星座っていうのがあって、私月星座はヤギ座なんですよね。でヤギ座は女性か男性かって言われると女性星座になるんですね。この、男性と女性のバランスを見ていって、どっちが男性星座が多いか女性星座が多いかによって、一概には言えないんですが、まあ、その数だったり星座によってちょっとポイントがあったりとかするんですけど、そのポイントの高さによってこの人は女性だけど男っぽい性格だねとか、男性だけど女性っぽい性格だねっていうのが出ます。なので脳みそのその能量だけではない部分っていうのはそこに現れるんですね。例えば私はですね、女性とね男性のねバランスが非常にいいんですよ。でうちの旦那さんはね実はね女性性がすごい高いんですよ。多分私のブログとか読まれてる人はあーって思われると思うんですけれども、なんかね、まあ、すごい背は高いんですよ。背が高いんだけど、なんかね、見た目もおっとりな感じだし、性格も比較的まあおっとりなんですよ。なのでやっぱりクライアントさんって女性がねすごく多いんですけど、クライアントさんの中に一人ポツッと男子がいても誰も違和感を持たない。でね、結構ね女子でしか話さないような話を彼の前でもみんなバンバンするんですよ。なので帰ってから男がいるっていうこと少し分かってほしいなみたいな、俺どんな反応すればいいのみたいなことをねよく書いてつぶやいてます。そのくらい意識されないぐらい女性性が高い、なんかそういうのもちょっとね一つずつね星座っていうのを見ていくとすごく面白いんじゃないかなというふうに思うんですけどね。なんか本当その男性性の特徴、女性性の特徴っ
ていうのを知っていくことによって、なんか例えばファッションにしてもそうだし、ファッションなんかはね結構金星っていうあの星座がね絡んでることとかが多くて、金星星座が何座にいるかによって好みの服装が変わってきたりとかするんですよね。すごい分かりやすいのが、水瓶座さんの、水瓶座さんに金星星座があったりとかするとものすごいキテレツなファッション、キテレツ言う？うん、言わない、うんって微妙な反応わかるよね、でもね、いいってことにしようなんかね、ものすごい独特な世界の、ファッションとかを好んだりとかするんですよ。イメージとするとキャリーパミュピャム言えない、キャリーパミュピャムあの人みたいな感じなんかちょっと個性的でしょ、ああいう感じがなんか水瓶座っぽいみたいな感じです。金星が水瓶座にあったり、太陽だったり月だったりの星座が水瓶座さんにいるとそういうのを好まれたりとかしますね。で、その3つの 星座というか天体がお牛座とかにいると天然素材とかがすごい好きみたいな、天然がいいんですっていうこだわりがある人、朝のお洋服とかなんかそういう着飾るっていうよりもナチュラル思考みたいなのが強い人っていうのは大石田さんが多かったりとか、なんかそういうなんか星によってそれどの惑星がどの星座にいるかによって性格ってねすごく出来上がってくるんですよね。なので一概に男性のだから女性のだからとは言い切れない部分はあるんですけど、でも大きくばっくり見た時にはやっぱりそういうのを、ね、知っておくとねすごく楽かなというふうに思いますね。で、そこを知って、まあ、よくね私シャナナでもお伝えするんですけれども、付き合っていくっていうことをしていけば、私はこうなのにあの人はこうなんでみたいなイライラとかねトラブルとかねそういうのがね少なくなってくるんですよね。私はこうだけどあなたはそうなのね。これで、人間関係っていうのはね本当この考え方ができるだけですごくね穏やかになってきます。だいたいねみんなね共感してほしいんですよ。そうだねって言ってほしいんですよ。わかるわかる、その気持ちはわかる。でもみんなねそれぞれね違うんですよね。性格も違えばそれこそ性別も違うし、生きてきた環境だって違うし、理解してくれって言ったってね理解してもらえないことっていっぱいあるんですよね。なのでなんだろう、全部が同じである必要性はないみたいな感覚っていうとわかるかな。なんかちょうど私この間ブログに書いたんですけど、例えば日本人だと、まあ、日本人って結構単一民族なのでこんなもんでしょうって こう考えるべきでしょうとかこうでしょうっていうなんとなくの一つのルールみたいなのってあると思うんですよね。でもそれが海外に行ってしまうと全然やっぱり通用しないとかね、時間のことだったりとか、意思をしっかり伝えるかぼやかすかとかね、曖昧とかよく日本語は曖昧とかっていう風に言われると思うんですけど、もう本当に考え方がまるっきり違うんですよね。そのくらい男性と女性は違うぐらいに思っておいた方がで、まあ、さっきの話で言うとその人と私は違うっていう風に思っておいた方がなんかねイライラしなくて済むんですよね。でよくやっぱりカウンセリングとかで、ご質問とかねご相談とかいただくのは、なんであの人こうなのとか、あの人の考え方がわからないって言われる方非常に多いんですよ。わかんなくていいんですよ。わかる必要性はないんですよ。わかろうと思ってもそれこそわかんない、わかんなくていいんです。ただあなたはそうなのねっていう形で受け取るっていうことがねとっても大切かなというふうに思います。でだから自分あなたはそうなので、で自分がそれに合わせないといけないと思うとしんどい。であなたはそうなのね、私はこうだけど、これがお互いに、コミュニケーションとしてできるようになれば、そこの部分は本当にさっきも言ったように、ね、穏やかになってきます。なのでちょっとそれを、日常の中でね生かしていっていただきたいなと思うんですね。でもしそれがやっぱりやろうと思っても、まあ、習慣になってるとなかなかできなかったりとかするので、先生術とかねそういうものを学ばれるとなんかね腑に落ちてくるっていう感じですかね。
なんかこうちょっと、まあ、特徴的な人がいたとするじゃないですか。で、特徴的な人を見た時に変な人っていう形で最初見てしまうんです。あの人おかしいわとか、なんであんなこと言うんとか、わからんわからんみたいな感じになるんですけど、そういう、まあ、先生術だったり、まあ、他でもそうですね、疫学的なものでもそうですね、動物占いとかああいうのとかでもそうだと思います。知るっていうことが大切なんですよね。で、あの人ってああいうカテゴリーの人だからそうなるのね、ふーんっていうとなんかね、すっきりするというか、もう言ってもしゃあないねって、あ、星生きてんねっていう言い方をよくするんですけどね、そのそこのもう生まれ持っての宿命っていうのがあるので、その宿命通り生きてますねって、その人の個性をまるまる認めてあげるっていうことをしていくと、世の中は本当に柔らかく柔らかくなっていくので、まあ、興味のある方はあの先生術の、ね、講座とか、2月の16日にしたんですけれども、まあ、おかげさまで本当にあっという間に満席になりまして、一番最初はもう本当に少人数でやろうと思ってたんですけども、3回増席して、で、最終もうこれ以上あのお部屋的に大きくしてももう入れないっていうことだったので、またやりますって言ってるところなので、またいつやるかっていうのはね、ブログなど、まあ、ブログ、フェイスブックなどで、チェックしていただきたいなと思うんですけれども、面白いですよ。本当私は、まあ、今までシャナナでも何回も言ってますが、アンチ先生術でしたから、最初、まあ、先生術っていうか星占い、もう いろんな戦術の中で星占いが一番当たらないと思ってたんです。それはさっき獅子座って言いましたけど、私が獅子座的な性格ではないから。そして、月ヤギ座っていうのもヤギ座的な性格ではないんですよ。まあそのところもあるんですけど、ちょっと違う、それ言われても違和感がある感じなんですね。ただそれがどこの、まあ、ハウスっていう言い方をするんですけど、どこのお部屋にいて、でどういう角度で、でどのタイミングでっていうのを全部細かく見ていくと納得っていうことすごいたくさんあるんですよね。なので本当ね、まあ、何の戦術でもいいと思うんですが、とにかくね、一つね、自分がねこれっていうのを決めて学んでみるととっても面白いんじゃないかなと思いますので、まあ、先生術がいいなってもし思われる方いらっしゃったら、ぜひぜひね、講座をするときに遊びに学びに来ていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、先生術は本当奥が深いですけど、本当楽しいですので、活用してみてください。はい、こんなところで男性脳女性脳のとこからね、性格みたいな話までさせていただいたんですが、まあもう脳みそ と、性格とこの辺ってやっぱりすごくリンクしてる部分もあるんですね。で、もう一つ言うと、私は心と体っていうところをつなげて見ていってますので、内臓とかね、皮膚とかね、そういうものにも全て性格っていうのが、封じ込められているというか、つながっていると私は考えてます。よく今やってんのかな、アンビリバボーって今やってんの、やってない、アンビリバボーっていう番組昔あったと思うんですけど、あの番組の中で、臓器移植をしたら急に性格が変わったってね、ああいう話とか聞かれたこともある人もいらっしゃると思うんですが、本当ね、一つ一つのね、あの臓器とか肉体の中にいろんな情報が入ってたりとかするんですね。なのでぜひ、人のことだけではなく自分のことにも無頓着にならずに、ちょっと目を向けてあげるっていうことをしていってあげると、これもね、一つ開運のポイントになるんじゃないかなと思いますので、意識してみてください。はい、それではシャナナ TV からのお知らせご覧ください。ということで、衣装提供のコーナーなんですが、最初にお詫びと訂正をさせていただきます。さっきね、アンビリバボー終わったって言ったんですけど、ちょっとちっちゃい声でゴニョゴニョ言ってますが、やってましたすいません、ガセ出て出した
制作の人すみませんもうここにいる人ね、みんな忙しくてね、あんまりテレビ見てないんです。そういうことで許してくださいはい、ということで、気を取り直して衣装提供のコーナーです、本日もですね、大阪、の中津にあるクレイジュ ACDC さんからお洋服をお借りしてまいりました。はい、ね、今日ねお借りしてるのはこれと、で前にあのご紹介したパンツ気に入って買っちゃいましたということで、あのこれとこれがクレイジュさんの、商品になります。もうね、やっぱ3月ということで、春物もねかなり出てまして、薄くなってきたなというふうに思いますが、これちょっと変わってるんですよ。なんだろうな、これ素材、よいしょ、よこんな感じ。今ひょっとして値札見えたまあいいか、見せちゃえ何でもバラすちなみにこれ7900円が4900円になっております。超お安い感じですね。はい、でここにボタンがあって、まあ、ここがねアクセントになってるので、かなりあのシャープなねイメージを作りたい人にはいいんじゃないかなというふうに思います。本当ね、あのさっきお値段もお伝えしましたが、安いんですよクレイジュさん今ですね、あの中津駅が新しくなっておりまして、で、中津駅の4番出口かな、4番出口を上がってすぐ目の前にグレイジュさんがあるので、すごく分かりやすくなりました。なので、エスカレーター上がってパッと見たらグレイジュさんありますので、もうそこにあのタタタッと行っていただければ、あの表にね、マネキンが4体ぐらい並んでいて、で、お店の大きさって言ったらどのくらいって言えばいいのかな、あの本当にねいろいろと置いてありますので、楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで、今週も、今週は男性の女性のというお話をさせていただきました。皆さんぜひいろいろな、戦術などを使って、自分はどんな性格かな、あの人はどんな性格かなっていうのを見ていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。またねー。